ポーランド製ハイブリッドコンピュータワット1001ハイブリッドコンピュータはアナログコンピュータとデジタルコンピュータなど基本原理が異なるコンピュータのそれぞれの長所を組み合わせて良い性能と計算結果を得ることを目的としたコンピュータである。この記事では以下歴史的に一時期活躍したデジタルコンピュータによる論理的シーケンス的な制御や数値計算と 電子式アナログ計算機によるアナログ的な方程式の球解とを組み合わせたものについて述べる。他にも光コンピューティングや量子コンピュータなどに関して既存の技術ではシステムのすべてを構築できないため電子式デジタルコンピュータと組み合わせたシステムが見られる。電子式アナログ計算機は方式にもよるがいわゆる高速型では 電気が回路を流れる速さで複雑な方程式を解くことができ、ほぼ光の速さである。しかし、その精度は良くなく、せいぜい3桁から4桁程度である。ディジタルコンピュータは、計算しようと思えば、無制限の精度で方程式を解くことも可能だが、それに必要な計算量に比例した時間がかかる。また、前述のように、 アナログコンピュータが早かった時代には、それと比較して極めて遅かった。また、一般的な話としては、複雑な方程式を解くには、数値解析手法を繰り返し適用して禁似する必要があり、初期の予測が悪いと大変な回数の繰り返しが必要になる。多くのリアルタイム性の必要な応用では、このようなデジタル回路による計算では、 遅すぎるが、即時に計算結果が得られるアナログ回路では、混入するノイズが大きく精度が不足する。ハイブリッドコンピュータの一例としては、アナログコンピュータのフロントエンドを使って精度は低いが、性質の良い予測値を算出し、それをデジタルコンピュータに入力して、上述のような数値解析を行うことで素早く、必要な有効数字の回を得る、というものである。 動物の神経系も一種のハイブリッドコンピュータと見ることができる。神経細胞から神経細胞へシナプスを通って送られる信号は科学的な離散パケットであり、それを神経細胞でアナログ的に累積し、電位が式位置に到達すると次の神経細胞に信号が送られる。この利点はいくつかある。まず、ノイズが最小化され、しかも加算的でない。また、 デニーのゼロレベルを全体で共通にする必要がない。さらに、信号経路上の各神経細胞の活動にばらつきがあっても、信号の劣化が最小限に抑えられる。個々の神経細胞はアナログコンピュータのように働き、シナプスはデジタルコンピュータのように働く。韓米社は2012年4月より HC-2 というハイブリッドコンピュータを発売した。 これは、フプガを用いたもので、PCI Express を使用して PC に接続する。使用するフプガは、基本モデルはザリンクスのバーテックスマイナス5、X モデルはバーテックスマイナス6。用途の30%は遺伝子マッチングなどのバイオインフォマティクス分野と発表している。ありがとうございます。